皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで今回も電波人間なるビジフリーやっていきたいと思うんですけども、今回はね、Wi-Fi コンシアムね、ちょっと久々に今回ガチパでやっていきたいと思います。はい、実はね、この結構久々にガチパでね、 Wi-Fi コンシアムやるんですけど、ガチパをね、流すの自体結構久々です。はい、ちょっとね、なんか眠くてなかなか流せなくて、最近ね久々に流します。今日ははい、パーティーなんですけど、まあいつも通りエンゼルフライとか氷結前も2人ずつに入れてるんですけどね。まあ今回ちょっと変えたね、千尋さんを、まあちょっと素早さ上げて、まあ、1000超えて、まああと加速で状態プラス、まあ属性大事ないんだよね。まあ風助さん変えてない。で、銀河さんは、カバーズに、まあ状態プラス9の、まあ前々って感じですね。はい、で、ノロノロで、ミルさんも、まあ状態プラス9のカバー役、一応カバー役です。はい、だからこんな感じで勝ったね。あとははい、まあ今回ね、結構久々にね、ちょガチパで流すのとね、まあ結構久々に結構真面目なちゃんとした動画を実況、真面目な試合をね、ちょっと実況するのね、どんな感じか楽しみなんですけどね、やっていきたいかなと思います。はい、それでは早速ワイワイゴシャムの方をやっていきたいと思います。いきましょう。さあ、いきましょう。ということでね、久々のね、対戦のキリンさんでした。はい、お願いします。よし、毎回今回3体入れていくからね。久々にガチパで実況出す。普通に久々にガチパで実況する。実況って普通になんかやるんだね、ワイワイコンシアム。叩きます。暗黒の底から新しい電波に入れた。最近なんか新しい電波に入れてきてないんだよ。育成とかちょっと、ね、進んでるんだけど、なんか定世代非常に困っちゃってね。なかなか高世代で、高世代まで持ってないんだよ。すごいたいな。ちょっと、わー、また。すごいたい。よしです。無敵なんで、無敵じゃねえ、なんだ、ゴーストからね。ゴーストが70パーなんだ。いやいやいや、2連発たまめ。よし、いや、よしじゃない、最大がカバーなんじゃない、最速カバーってくれ。いやー、これが落とすけど、どうだろう。さあ、エンゼルか。あ、乗るの止まっちゃった。うわ、感じきた。カバー役がね、そんなにないか。うわぁ。さあ、甘い甘い。さあ、回復とか復活められちゃったんで、結構きついですね。いやぁ、ミルさんと、あ、ミルさんでやられたか。なんていうか。あ、眠っちまったよ、ワセリさん。やめてー。まあ、あとは全員状態でプラス9だったかな。おそらく9なんで大丈夫なんですよ。さあ、みんな頑張って。ものすごいってなかった。 OK、 さあ2ターン目ですね。どうしようかな。まあ相手これ全くダメージ食らってない状態かよな。ちょっとこっちも不利なんですよね、金の方は。このまま押されると怖いよな。よし、ここでコースレッグが役に立った。ゴースト 50% の。うわ、あ、これ止まるか。うわ、二人とも止まった。あ、二人ともじゃねえか。あやたかさんが止まったのか。怒ってたんでかいか。もうないっす。さあ、前に見えますけど、セリさんが39で残ってる HP。ナイス。さあ、これもう一回さ、今のコバタ最大かばってくれたら倒せるんだけどね。どうでしょうか。ダメか。最速こっちでもいいか。さあ、なんだろう。これ最速。意味ない、意味ないって分からんか。うわぁ、よし、これはでかい、これでかい。あ、回復か。なかなかつ入ってもか。よし、ふくらはし甘みだけど。さあ、行きましょう。加速です。ここから何回加速。セリさんが何回加速なんでね、まあ、ほんと素早いとこなんですけどね、まあ、素早い重視です。さあさあ、相手これ回復だけ素早さがあったのか。復活は一応、頑張りしとこうかな。うん、そうだね、頑張りしとこう一応。まあ一応頑張りしてた方がいいかもね。ミラーマスクはクリティカル70あるんで。うん、念のため。で、一応ね。あ、これやるか。あ、やるか。6300か。さあ、これか。
貫通キノコ。これやったら深さやったんでしょ。あ、そっちなのか。あ、そっちの方か。よし、豆です。さあ、ここで千尋さんが前の動きましたね。2回目だよ。前に前で確実に体力を減らして、まあ、プラスダメージを稼いでいきたいんですけど、多いね、です。稼ぐか、OK。たまない。これいけば ?OK です。よし、ノーノロ貫通。OK。じゃあ、それは下げましたね、これ。OK。いいね。絶対リポイさんが下がったらいいね。あー、でも、やたかさんが今日復活だけど、なんで復活しないんですか。なんで復活しないんですか。2人やられてんのに、こっち。俺、復活してくれですか。っていうね。ちょっと、ひどいな。復活してくれ。飲むよ。さあ、うわー、うわ、怖い。あ、ノロノロっていこうか。負けるか。このネパニアは、早速入ったのかな。なかなか豊かさんの回復は回らないな。残念ながら。うまい。よし、ここでエンジェルです。よし、テリコに回って、これかばやくしてる。止めたんだ。よしよし、2人止めて。で、マメと。いいね、いいね。まあ、結構順調にはなってるね。最初結構大丈夫かと思いきや、まあ、これダメージ稼げるんで、まあ、一応ジローナイス感するのかわかんないけど、これ一応でも相手、眠りが低くやってるんじゃん。オッケーいいね。あ、塗ってる、塗った。いいね。二人じゃ塗った。オッケーいいね。たまらないね。あ、これ出せるね。ダメージ稼げばいいね。結構いい感じなんで。よし、これで回復取ってる。さあ、そしてノロノロです。最低はあんま見ないな。で、貫通。よし、最速とか下げていく。いいね。お、耐えちゃうか、そこ。あー、耐えるか、治療さん、そこ3000。あー、マジか。耐えなくて終わった。復活したかったから。あー、あー、まあ、あー。まあいいや。なんでこっち。耐えとくか。うん、これ大丈夫。まあ、推理の全てね、3人攻撃と眠りがあるんですけど、まあ、状態状態戦プラス9のやっぱりには圧倒的にこっち多いんでね。セリスさん以外みんな9だったはずなんで。多分でも大丈夫だと思う。眠ることない。ここ。相手これ2人眠ってるね。2から2番目と3番目が。いいね、いいね。さあ、これはいい感じなんじゃないか。これ結構有利だぞ。これ相手2人いないから動けないから、6人なんで、今、動く年分に。これ結構でかいな。最近最大をまず止めて、そこから貫通でかい。よし、です。あ、これ結構攻めるんじゃないこれ多分。止まるか。おー、来た。これ来たな。あ、これ来たな、すぐに。もう。今4人止めたでしょ。で、これ1人止めたから、あと1人でしょ。これで今カバーの連番人が、これダウンすれば、相手も全員止まってるんで、もう動けないんで。これはいいんじゃない。結構攻めるぞ。よし、これ攻めちゃう。OK。エンジェルライ打つけど、もうこれ今は意味ない。意味ないエンジェルライ。あ、じゃない。意味ないエンジェルライですね。よし、まいまいです。よし、ダメージ金稼いじゃおうか。いけるね、これ。結構ダメージ稼いでもらった。いい感じ。まいまい6連発。よしよし。さあ、まいまい。よし、これでふうすけさんやってもらった。OK。ワンチャン押し切れるかな。どうだろう。押し切るのはどうだろう。わかんない。倒したけど。多分、あれなんだよな。復活にならないんだよな。さすがに。復活。だいぶ、うん、そうだな。さすがにね、なんか復活するけど。狙った、狙ってんのは最後にか。まだ相手守り強いかな。でも、忙しさ上げてるんで、このまま攻めればワンチャン倒せるかもしれない。どうだろうな。相手もオレンジか、復活。オッケー。まあ、多分いけるな、これ。攻めれば普通に多分いけると思う。ワンチャンこのターン復活倒せるかないけど。復活倒せればね、ほぼいけるんで。エンジェル内、もう4連発あるんで、一応こっちは。大体最大しかいないんで。これいったんじゃない?あ、それね、最速してるとか。まあ、でもほぼいったしよ。オッケー、貫通だし。オッケー。これ復活止めたよ、絶対。よし、復活止めた。来た。まあ、復活止めたならここ勝ったでしょうね。うん。前目が多いね。よし、オッケー。結構、最初はね、序盤は結構やばかったけど。でもやばいっていうか結構攻められたけど、まあいい感じになりましたね。無事に。勝てるかな。あ、エンジェルが怖かった。
オッケーオッケー。そしたら、しっかり待って。うん。お前、今、最近なんか金の子流行ってるけど、まあ、前々結構強いんだよ、ここ。なんか金の子も強いな。うん。今回ちょっと言ってないですけど。前々3人なんですけど。うん。たまねぎ。よし、この試合結構良かったね。うん。いい試合が出た。まあ、ノロノロ意味ないでしょう。意味ないでしょうっていうか、まあ、意味なくても気にしたもんだ。何風介さんの前々。よし、復活としてナイス。よっしゃー、やった。復活としたらもっと勝ちに戦うからな、もうこれガチパトじゃったかって普通に言われて。オッケーオッケー。はい、ということで対戦ありがとうございました。やった、無事勝てました。はい、ってことでいかがだったでしょうか。今日はね、キリンさんとね、対戦またね、やってみたんですけどね。まあ無事勝てましたね。よかったです。10ラウンドも超えずに行きました。はい。やっぱりね、まあなんか、キリンさんとかなんか結構ね、いい勝負になりますね。いつもなんか結構、キリンさん率高すぎるだろうって感じあるけど、最近。めっちゃ多いけど、キリンさんの方がいいね。はい。まあ、よかったです、勝って。はい。育成とかね、まあ、やっぱ頑張ってるんで、頑張ってるんですけど、まあ、ちょっとね、中世代あたりで止まるっていう現象が起きてるんで、ちょっとやばいですよ、現在。はい。中世代も不足してます、結構。うん。はい。では、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。